イメラジオ第830回。今日は平成29年10月9日月曜日です。時刻は午後5時半。まだ5時半なのに太陽はもう丹沢の向こうに沈み、今丹沢の稜線に薄い紅の夕焼け。放送中にこの夕焼けもなくなって夜になってきますね、これだと。横浜港北、街はもう明かりがつき始め、センター北の観覧車も今日はオレンジの光ですね。体育の日、祝日。リスナーの皆さん、いかがお過ごしでしたか？祝日の宵闇、降りる直前、秋の夕暮れ。830回目の夢ラジオ、今回は歴史のお話、トラウトマン工作取り上げます。トラウトマン工作。オスカー・トラウトマンというドイツの軍人ですね。この人が中国に対するドイツの大使だったんです。中国へのドイツ大使。昭和12年、1937年。この昭和12年に7月盧溝橋事件起き、最初北支事変と言っていたのが、やがて中支へと拡大、支那事変となり、4年後泥沼の大東亜戦争。日本政府はこの時、ドイツの中国大使、中国へのドイツ大使ですね、失礼しました。中国へのドイツ大使であるトラウトマン、彼を使って和平工作したんです。盧溝橋事件から4ヶ月後の11月から翌年、昭和13年の1月まで、この1月に近衛内閣、国民政府を相手とせず、蒋介石を突き放しましたから、ここで和平の道が閉ざされました。この和平の道閉ざされる1月の前、2ヶ月間の間、和平工作、このトラウトマン工作が成功していれば、支那事変も大東亜戦争もなかったわけで、要するに文字通り事変で終わったわけですね、北支事変で。当時ドイツは蒋介石政府に経済、そして軍事の援助を行っていて、中国での利権にも預かろうとしていたんです。ドイツね、蒋介石の軍隊は事実上ドイツの軍事顧問団によって訓練されていました。日本人は戦前、ドイツは日本と友好国だった。
三国同盟だったと思いがちですが、ドイツは日本に友好国でも何でもありませんでしたね。どころか中国大陸で日本軍に対立した中国軍、その中国軍を鍛え武器を渡していたのはドイツ軍ですよ。三国同盟も日本が加わればまあ有利になるかなというドイツのしたたかな打算によるものであって、当時ドイツ政府およびドイツ人の中に日本を友好国とみなす、そんな雰囲気はほとんどなかった。そう言っていいでしょう。たとえ松岡外相が三国同盟の調印でベルリンに向かった時大歓迎を受けたとしてもです。実際三国同盟は日本に災いしかもたらさず、この中国大陸においてもドイツ軍に鍛えられた蒋介石軍が日本軍の前に立ちはだかったわけで、ドイツとの同盟は不幸なだけでした。で、そのドイツが中国に送っていた大使トラウトマン、このトラウトマンを交渉役として日本政府と蒋介石政府、まあ国民政府ですね、その和平工作が2ヶ月よにわたって続きました。ただし中国に利権をもくろむドイツとしては、日本にはソ連に攻めていってほしかった、中国には来てほしくなかったんですよ。日本がソ連と戦争でも始めれば、その隙に空いた中国大陸にドイツ軍が攻めていこう、これぐらいのことは思っていたでしょう。ですからドイツ側としてもこの和平工作をする動機は十分にあった。日本軍に中国深入りしてもらっては困る、もうすでに蒋介石軍には我がドイツが経済軍事の面で大きな援助を実行しているんだから、帝国陸軍当時参謀本部作戦部長は石原幹事少将、すぐさま不拡大、石原はソ連との戦争をゆくゆくは考えていましたから、中国での事変などさっともみ消すべきだと。当時参謀総長は官員の宮、実質的な参謀本部トップは次長の多田隼雄。この多田次長も石原作戦部長と意見が同じ。石原は陸士21機、多田は陸士15機、6級多田の方が上司なんですよ。多田が実質上トップ参謀次長、その下に6級下の石原少将が作戦部長でいる。多田はこの時中将ですよ。ただ早尾参謀本部としてはこんな戦争はできない、関東軍が勝手に始めてる。作戦部長だった石原ももちろん不拡大。
これに、この参謀本部の方針に、首相近衛、陸将杉山、海将米内、外相広田が全く協力せず、四将が全く参謀本部に協力せず、つまりトラウトマン工作リードして進めたのは陸軍参謀本部なんですが、乗ってこない政治のリーダーたちが、結局トラウトマン工作は失敗。さっきお話ししたように、昭和13年1月の近衛声明によって決裂しました。ですからこの時、政府の側にこのトラウトマン工作でまとめる本気の意思があれば、支那事変なんか起きなかった。北支で止まっていたんですよ。近衛も後にアメリカとの和平交渉で奔走しますが、そんな必要もなかった。この時トラウトマン工作が成功していれば、広田外相、文官で平和主義者というふうに言われますが、この時トラウトマン工作を打ち切ったのは広田外相です。もう蒋介石政府に誠意はないと。広田はこれに先立つと言っても1年前ですね、首相を務めていた時に現役武官制を復活させ、軍の政治への関与の道を広げました。そして今回のトラウトマン工作の打ち切り、これもあって後の東京裁判で文官でただ一人広田が処刑された。ぼんやり歴史を見てれば、どうして広田が処刑されるような羽目になったんだろう。このトラウトマン工作の打ち切り、これが大きかった。もちろん広田はね、後の大東亜戦争最中のソ連の、日本へのソ連大使マリック会談等ですね、平和に動きはするんですが、まあ力なかった。広田光輝はこの夢ラジオでも一度取り上げましたが、外相まではともかく首相としては及第点つけられませんね。あるいはその後の政治家、首相になった後の政治家としての動き見ても、ソ連大使ぐらいで外務省を退官しているのが良かった人物なんですね、広田は。トラウトマン工作、結局失敗し、そして日本が地獄へと突き進む。ですからトラウトマン工作さえ成功していれば、歴史に負はないとは言うものの、よく言われるセリフでもあります。私もこんな放送しながらお話ししていて、悔しい気持ちにいっぱいですね。夢ラジオ830回、今回は昭和12年から13年にかけてのトラウトマン工作取り上げました。放送中にもう日は完全に向こうに沈み、
宵が降りてきました。今から月曜日祝日の宵が始まります。